紹介をお願いします。はい、私の名前遠山義美と申します。でアメリカに来てもう早いもので27年経ちました。そして子供が生まれる前までは日本とアメリカを半々生活する、行ったり来たりするような生活をしておりました。ですので、日本のことも忘れずに、そしてアメリカの文化にどっぷりと浸りながら生活をしている、そして経済の研究をしているといったところです。日本人ほどアンテナ、こう流行に対してアンテナを張ってる人たちって本当いないよなといつも思います。例えば自分が学生だった時も、みんながファッションの雑誌を見て、ライフスタイルの雑誌を見て、まだまだブランドのことを一生懸命勉強するわけです。で、今でも日本の主婦の方々は、そういった、例えば主婦でしたら、そういった自分たちの世代に合った雑誌だとか、例えばソーシャルネットワークなどから、いつもアンテナを張って、いつもそこから情報を聞いてくる。そういうことをやってる人たちっていうのは、本当に日本人以外にいないよなっていうのは、アメリカに住んでるからこそ感じます。というのも、アメリカに住んでると、ブランドが好きな人って、ブランドのことを考えてる人って、そんなにいないと思います。もっと、こう、質実合計というと、聞こえがいいですけれども、ブランドに対する価値を、毎日、こう、ブランドが発信している価値を受け取っていない消費者が多いといった気がします。例えば、ヨーロッパに行くと、ハイブランドを身につけてる人を、まあ、たまにいます。でも、日本に行って、本当に東京に行ったり、大阪に行ったりすると、みんな素敵なファッションをしてる、素敵なブランドの、例えばブランドのバッグを身につけている。そういったところは日本に勝るところはないと思います。確かにバブルの時代、その向こう10年。ぐらいと比較しまして、今の方が、やはり若い人たちも、購買能力というか減ったと思うんです。それは見ててもわかるんですけれども、それでも、例えば日本の表参道に行って、あれだけ美容室があるわけです。あれだけ美容室が、もう5軒ごとに美容室ぐらいじゃないですか。そんなところってどこにもないと思うんですね。で、それだけではなくて、未だに、やはり、ニューヨーク、アメリカでも、私はそんな大都会に住んでないですけれども、ニューヨークなどに行って、双方でもどこでもいいんですけれども、路地裏の小さなお店だったり、ちょっと感度が高いようなお店に行ってみると、日本人の観光客が来てたりするんです。それは、何歳になっても、やはり、どんなような時代であっても、そういうところを自分たちで最初に勉強して、最先端のファッションをチェックしている。最先端のトレンドをチェックしている。そういった、このブランドが、高級ブランドでもそうでなくってもいいんですけれども、トレンドをキャッチしようという、この貪欲さ、ちょっと見ない。ハイファッションではなくなってしまうんですが、アメリカで、まあまあ、認知度のある商品が、日本に来るたびに、こう、アメリカで有名なとか、アメリカで大人気なっていうふうに、こう、ちょっと、自分たちの立ち位置を大げさに、こう、言って、日本に進出しているブランドだとか、日本に進出している商品はたくさんあるなと感じます。で、ブランドとしましても、特に東京なんかですと、
あれだけの狭いところに、あれだけたくさんのブランド、ハイファッションから、本当にファストファッションまで、すべてのブランドがあれだけの密度で、一般のお買い物客が体験できる場っていうのは、どこにもないと思います。なので、そういったところで、観光客にしろ、こう日本人のお客さんにしろ、そういったところで、こう、一つのブランドだけではなく、100も200もあるうちの全てが素晴らしくって、その中で切磋琢磨してるっていうブランドを見るっていうのは、また、ブランドのマーケティング部門にしてみれば、こう、また違う切り口で自分たちをプッシュするいい機会になるんじゃないかなと思います。もちろん、この領域でリサーチを今回したわけではないので、わからないのですが、日本で、こう、お店を出店するだけではなく、広告を出すだけではなく、例えば銀座ですと、歩く人みんなが、ブランドの商品を持って歩いてるわけじゃないですか。まあ、みんなではないですけど、たくさんの人が。ということは、商品がその街の中で一般に東京、銀座に来ている人たちが広告塔になってくれているという見方もできると思います。そういった意味では、また自分たちの出店だとか、マーケティングだとかという前に、この、本当に丸の内歩いてても、すんごい素敵な格好をしてお仕事されてるわけじゃないですか。で、その人たちが普段使いに使ってる、こう、ファッションであるとか、または目に見えるところのブランド品であるとか、そういったものが一般のシーンで使われているのを、例えばインバウンドの日本に来ている観光客の人が見る。それっていうのは、こう、ファッション雑誌でモデルさんがポーズ撮ってる写真と、実際にたくさんの人々が普段使いしている。そういうのを見る、目の当たりにする、それを経験するっていうのは大きな違いがあると思います。一つすぐに思い浮かんだのが、コカ・コーラなんですけれども、コカ・コーラというあの清涼飲料水のにを取り巻くイメージなんですが、日本ってあれで、オールディーズの、こう、赤いビニール張りのソファーであるとか、ジュークボックスであるとか、こう、古き良き1950年のキャデラックとアメリカとコカ・コーラとみたいな、そういったのって日本ではずっと、こう、細く長く、こう、一定のファンがずっといるじゃないですか。で、最近、数ヶ月前にアメリカ人の友達に、そういうオールディーズの、こう、インテリアを、一部屋そういう部屋を作りたいと。で、探してた時に、なぜか日本でそういうのが見つかるのよねって言われたことがあります。なんかアメリカだと、1950年代は過ぎてきたただの過去であって、私たちは昭和30年を思ってるのと同じぐらいのものでしかないので、それのカルチャーっていうのが、文化っていうのが、こう、残ってないっていうか。なので、もちろん、こう、骨董品やアンティーク屋さんに行けば、その頃の古いオールディーズっぽい、例えばガソリンスタンドのポンプだとか、売ってるんですけれども、新品でも、となると、日本になったのよ、不思議だわっていうふうに言われました。家電商品、白物家電からもう少し小型の家電、小さめの家電を作ってるところあるじゃないですか。で、そういったところの商品は、アマゾンでも買えるんです。
買えるんですけれども、値段が非常に高いんです。で、アメリカ人もアメリカ人の消費者もバカではないので、2割高いけれども2割以上の価値があると思えばもちろん購入するわけです。けれども価格の設定が2割いいんだけども5割値段が高い。なのでなかなか買ってもらえなかったりだとか、そういったところで苦戦してるなって思うんですよ。で、日本の市場を知ってる自分としてはもちろん日本人というのは何をやっても 100% を目指すじゃないですか。エラーであればゼロを目指すし、商品の完璧度であれば100を目指すんですけども、非常にコストもかかるし、それが 5% アップしたところで消費者に実際わかるのか。例えば、スピーカーの音質であったり、する例を取りますと、その 5% の良さが実際に一般人にわかるのか。もちろんそこが日本人ですとパンフレットにここが 100% に近いから素晴らしいっていう売り方ができると思うんですけども、アメリカにとって限っていけば 80% でいい。合格点でいいのに 99.100 点を取りに行ってしまうので、もちろんアメリカ在住の私たちみたいな人たちにはそれでいいんですけど、100% 狙ってる商品を買いに行くんですけれども、私たちってごくごく少数の人口の少数しか占めてないじゃないですか。なので、こう、アメリカのもっとボリュームゾーンを狙っていくんであれば、100% じゃなくて90でいいんじゃないかなと感じることは多々あります。特に家電製品などで思います。こっちに住んでて、他のアジアの国々のお友達ができます。で、日本のことを大好きだっていう人、そんなに多いわけじゃないんですけれども、それでも、こうファッションなんかに、こう、トレンドに敏感な子たちは、それでも日本をリスペクトしているところがあると思います。それは、で、日本に例えばインバウンドで来るような、海外の人、特にここではアジアの人に限定して言えば、どれだけ日本の人たちのこう歴史なんかもいろいろ含めて好きでなくっても、日本で売れているのであれば、この市場で揉まれて勝ち抜いてきたのであれば、もうそれは無条件にいいだろうと。受け入れてくれるような、半分宗教のような、信頼度が、ロイヤリティがあると思います。それは実際にいろんなところで感じます。例えば、東京だったら、美味しくないレストランってすぐに閉店に追い込まれますし、ブランドでも、こう、本当にマーケティングだけで中身がないとか、ファッション性が欠けている商品でしたら、やはり流行らないと思うんですね。その波に揉まれて生き延びたというだけで、もうそれだけで、それが一番大きな古いになってるんじゃないかなと思います。でやはり日本の消費者ほどいい意味でも悪い意味でもうるさくて厳しくてこう商品の中に入っている化学薬品の名前まで覚えててっていう人種って本当に他にはいないと思います。数年前に聞いたんですけれども、日本人っていうのは必須アミノ酸の名前を平均で3つだか5つだか知っている。で、そんなのを知っている国民は他にはどこにもいない。アミノ酸っていう名前が言えただけでも、アミノ酸って言えただけでも、すごいって思うところに日本だとアルギニン酸だとか、そういった名前が出てくると。で、そういったものが、こう、普段から
マーケティングでも使われてるし、日常生活の会話の中でも出てくる。で、そういった国の人が、こう、のお墨付きの商品であれば、やはり使ってみても、やっぱり日本のものだからねっていうふうに言われることはよくあります。本当に貴重な時間ありがとうございました。大変ためになりましたので、本当にありがとうございました。どうも失礼します。ありがとうございました。